悔しい清水戦から中2日ということでしたけども、まあ、本当に勝ち点3を取るのは大変なんだなってことを実感してます。疲れました。まあ、スコアほど圧倒したわけでもないですけど、まあ、今までも序盤いい流れで先制してっていう試合はいっぱいあって、でもそこの後追加点っていうのがなかなか取れないで、運動量も落ちてきたところでやられるっていうのが非常に大きかったんですけど、今日は追加点取れました。でちょっとミスで1点返されたんですけど、だからこそあのバックパスのミスを狙った3点目ってのは本当に大きかったですね。まあ、最後もギリギリなんとか耐えてなんとか勝てました。まあ、いつも苦手にしている柏相手ということだったんですけど、ちょっと柏今日はやや淡白かなという感じがしました。まあ、でもこれは大きい勝ち点3ですね。で2週間リーグは悪心、マルバンは取りに行ってほしいですけど、まあ、ちょっと一息、選手もサポも一息つけたと思います。まだまだ厳しい戦い続くんで、またここから頑張っていきましょう。嬉しいです、勝利やっぱすっげー嬉しい。だけど途中本当苦しかったです。多分選手たちも苦しかったと思います。ただ今日は1点目取った後、やっぱりこう気持ちが少しまた守りに行くところ頑張ってこうなんていうのかな、また自分たちを燃え上がらしてなんとかこう2点目を取る、そしてまた3点目を取るっていう、こう勇猛果敢ぶりをやっぱ自分たち湧き上がらせなきゃいけないっていう、ああいう気持ちが見えたところがやっぱ嬉しかったです。本当に今年は要するに相手をボコって勝つだったらやっぱ行くしかないんです、2点目3点目。だけど今日はなんかこう落ちる気持ちのところを最後こう盛り上げていった、あれが見られればやっぱ本当に何度もスタジアムに行きたい、そう思わせる試合だったと思います。でも疲れた。以上です。はい、3連戦をなんとか2勝1敗という結果で終えることができました。まあ、山中の怪我、松原次出場停止と、まあ、ちょっと不安はあるんですけども、まあ、死のことを言う前に勝ち点を積むしか我々には道がないので、2週間後レッズ戦ですね、しっかり勝っていきましょう。以上です。まあ中2日ということを考えるとかなり、苦しい試合ではありました。柏の方がやっぱり走れているなというところがありましたし、山中の負傷交代ということでトラブルもありましたが、まあ、今日に関しては木田の頑張りをまず第一に挙げたいなというふうに思います。慣れない左サイドというポジションで日本代表の伊東純也を相手に、90分しっかり守りきったということは本当に評価をしてあげたいなというふうに思いました。まあ、おかげでちょっと攻撃が滞ったところもありますが、まあ、選手の頑張りでですね、特に最後の3点目なんていうのは、まあ去年までザザのタイムアップレーということもありますが、伊藤翔の頑張った結果がゴールにつながったんじゃないかなというふうに思います。まあ、正直に言うと本当に内藤内容が良かったかどうかっていうところはあるんですが、今の我々の現状を考えるとここで勝ち点3をつかむということが、もう最大のミッションにして、もう絶対のノンバーだと思ってましたので、ここで柏を叩いて、順位を上げたということを、前に捉えてですね、ルヴァンカップの2つと、次のリーグ戦に向けて進みをいってほしいなと思います。暑い中今日は本当にあ、今日の試合ですけども、勇猛果敢っていう題目にふさわしい、すごいチャレンジングな試合で、非常に今日の試合は大津が良かったと思うんですが、途中で交代で入った大津が非常に、良くて、見てみてもボールもらえない時も裏を突くって形の非常に意図のあるようなプレーがよく見受けられて、非常に大津良かったと思います。部分も非常に良くて、まあ、自分の立場が危ういところもあったんでしょうけど、非常にチャレンジングで非常に良かったと思います。このチャレンジングな姿勢をずっと貫くことができれば、今後の試合も非常にいい試合が見られると思いますので、どんどんチャレンジングしてもらいたいと思います。以上です。はい、まあ、冷静に試合を見ると、まあ、下位同士の泥試合ではあったんですけど、まあ、中1週間の柏相手に、まあ、中2日の我々でカウンターが強烈なチームなので、ディフェンスラインがどうしても、まあ、走り負ける時間が長かったので割とピンチはあったんですけど、まあ、よく最後までみんな体を張って、頑張ってくれたと思います。点も
まあ、割といい流れの中でいい展開で追加点が取れていったので試合自体は主導権持ってやれたんじゃないかなというふうに思います。まあ、これでとりあえず順位はまた1つか2つは上がると思いますけども、まあ、勝ち点見るとまだまだ、一息というわけにはいかないと思います。まあ、ルヴァンが入って、少し間空くのかな、次は、リーグ戦までに、まあ、しっかりと修正できるところ修正して、浦和戦に向けて、準備をしてほしいと思います。お疲れ様でした。勝ちました、よかったですね。まあ、あえて言いますけど残留争いをしている感じの試合じゃなかったのでもっとシンプルに勝てる試合はできると思います。そういういい瞬間はたくさんありました。手数かけて試合難しくする必要はない、もっと勝てるはずだというふうに思いました。